はい、チャプター3、レッスン5、クリップをタイムラインに配置しようということで解説をしていきます。はい、では、早速このクリップをここのタイムラインに配置をしていくわけなんですけれども、こちらのソースクリップモードにしておいて、じゃ何かしらクリップ、じゃこれにしましょうか。で、何を選んでいただいても構いません。はい、そしたらですね、このクリップ、まずはシンプルにこれをタイムラインにドラッグ&ドロップしてみましょう。この上のタイムラインでも大丈夫ですし、ここの下のタイムラインでも大丈夫です。じゃあ最初上のタイムラインにちょっと置いてみようと思います。ここで離します。はい、そうすると、このように配置をすることができました。上のタイムラインっていうのは映像、このタイムライン全体を表示しているので、今回1個しかまだ置いてないので、1つのクリップがダーッと端まで表示されています。そして下のタイムラインは、この再生ヘッドがあるところを、まあ、ズーム表示している、拡大表示しているという感じでございます。はい、すいません。紙面に関しては85ページですね。今次86ページになります。はい。そしたら、今このように、このクリップの、フルの長さをここにドラッグ&ドロップした形になるので、まあ、かなりビョーンと長いものが置かれてしまった形になります。こういうふうにですね、フルの長さをドラッグ&ドロップすると、なかなかカット編集がやりにくい状態になってしまいますので、これ一度削除します。今度は、このクリップの全体じゃなくて使用したい箇所をここでビューアーで決めてからドラッグ&ドロップするという、イン点アウト点を決めて配置するという方法について解説をします。そしたらここ任意の箇所で構いませんが、再生ヘッドを好みの場所に置いてみましょう。じゃあ例えばここから使うということにします。そしたらここでイン点キーボードでですね、I を押します。インテンの I ですね。はい。そうすると、ここ、先頭クリップがこのように表示変わりました。じゃあ、ここから、これぐらいまでにしましょうか。ここで今度は、アウトテンの O、キーボードの O を押します。はい。そうすると、ここで、インとアウトが切られたような形になります。このサムネイルビュー、ここ見ていただいても分かりますね。ここでインとアウトの縦2本線が入っていることが分かります。で、この状態でタイムラインにドラッグ&ドロップしてみましょう。そうすると、はい、このようにもうすでに短いのが見て分かりますね。で、今度は下に配置してみましょうか。はい、そうすると、こんな感じでさっきとは明らかに長さが違うクリップを配置することができました。はい、それから、86ページの下部にあるここがポイントのところですね。イン点アウト点の削除についてお話をしていきます。このイン点アウト点決めたクリップですね。このインアウトを消したい場合なんですけども、このインアウトは直接ドラッグすることでこのように変更をすることもできますが、イン点に関してはオルトとアイ、Windows の方はオルトと I ですね。Mac の方はオプションと I を押します。はい、そうするとこれが今先頭のクリップに移動しました。で、アウト点に関してはオルトと O、Mac はオプションと O を押します。そうすると、このイン・アウトが先頭と最後に移動しました。紙面は今ここまで書いてるんですけども、画面上部のメニューからこのマークですね。マークを開いていただくと、ここにもイン点を削除、アウト点を削除、もしくはイン点、アウト点を削除というものがありますので、これを押していただいても、はい、このように一気にイン、アウトを消すことができます。はい、これでレッスン5の解説は以上になります。